おはようございます。まあちょっとね、昨日からちょっとまあちょっと待ち、まあのパキッといただきましたありがとうございますっていう話で、結構これ多分みんな気になってると思うけど言っていいですか。昨日と俺が変わったとこあるんですよ。下から上まで舐めますように見て、わかんないでしょ、わかんないでしょ、せこいっていい、ここのニキビ潰れました。はいはいはい、10人行かれんのよ。え、マジでわかる。それ抽選むっちゃおるんすよ。で、台数多分400台ぐらいで予想します。うん、たぶん1000人おらへんと思うけど、俺リアルどころ行くと712とか当てに行くで。ガチで当てに行くよ。行きます。当てたら何かくれ。あっ、あ、すいません恥ずかしい。あー、でもおお、打てる。成り上がり最後か。お邪魔します。さあ、まずはどこに何あるか全くわからんが、こっちがメイン飛びた秘宝殿行きますか。まだ動画で1回も売ってないんで、まあ、ちょっと秘宝殿これで、ね、1個だけ僕プライベートで売ってて、ね、これなってポイント1個あるんで、ちょっとそこ見せれるように頑張ります。行きましょう。ハロー、おはようございます。たくさんいたんですけど、218番引いてなんとかスロットがあることができました。秘宝殿ですね。解き放たれた女神が取れたんで、九州2年生の2日目勝っちゃおうかなと思います。でもまあほんまに、まあね、昨日の実戦でも言ってないんだけど、先月はほんまに YOSHIKI さんにめっちゃ頑張ってもらったから、その分俺が今回頑張る番ということで気合入れてエンディング公開狙いまーす。調子乗ってまーす。というわけで、まあ10万ガチャなんでね、心に余裕持って実践やっていこうかなというふうに思います。解き放つのは女神だけちゃうで、俺のハートもやっつってそんな感じで、本日、キャリでぶっ込んでいきたいなというふうに思います。九州2年戦絶対勝利で終わります。いくぞ下克上成り上がり。さあ、というわけで秘宝殿やっていきましょう。動画で本邦初公開いきましょう。で、まずこの台のゲームフローとして一番目指さなあかんのは、こことか秘宝ラッシュとかを目指していくゲーム性なんですけど、そこにたどり着くまでに、ジャンストーンの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 ジャンストーンを超えたらぐらい、まあそれちょっと言い過ぎなんですけど、まあそれぐらい結構ね、いろんな段階を踏んでいくんですけど、まず通常時はダンジョンマップみたいなやつ行って、でそこでまあ当たってるかなみたいな感じになります。で、まあ、当たったらボーナスで、ボーナスから伝説ロードってとこ飛んで、伝説ロード中に当てれたら秘宝チャンスで、秘宝チャンス中になんやかんや、して秘宝チャンスと伝説ロードをこうループするんだよね。でそのどっかでなんかポイントみたいな貯めて、マックスまで貯まってお宝バチコーンで、あの今まであったさ高確率みたいなあったじゃないですか、あれに飛ぶんですよ。で、そっから当てれ、70% で当てれたら秘宝ラッシュで、その上に超秘宝ラッシュ、おいおいで、まあポイントとか、まあ俺実は嫌いなんですよね。こういうタイプであんま得意じゃなくて、やのになんですけどって言ったら、ほんとここなんですよ。まあ AT を楽しみたいね。さあ、ダンジョンマップ突入しましたね。行きましょう。まあ全長、全長ステージですね。特訓開始ですわ。まあ、今この辺でレベルが上がっても今レベル3ですね。でこれ今全長の最後ですね、ボスバトルです。これはまあ負けるでしょう。さあ勝負だ、ここまで削っての勝負、まあこれは厳しいと。とりあえず多分全体的に上の設定って早い段階でダンジョンマップに行くようになると思うんですよね。なんでまあそこを注目できたらいいなとは思ってますが、そんなことよりも俺は秘宝チャンスを楽しむために打ってますんで、そこまで気にしないっす。結構削ったぞ、いけ、いやー強いじゃん。俺早く当ててっす。さあ3つ目で会ってくれ。ちなみに強チャンスめっちゃ偉いんで、はい、まあ打ったチャンスね、強制到達してくれよって感じですね。あ、アグリ来た、これは当たるわ。アグリ出たらもうその点でこの周期の期待度が 70% なんで、ペレッペレー。さあ、ダンジョンマップ行きましたね。300の後半ぐらいで来た感じがします。ちなみにこの前兆中にこの手順以外のこれが出たら当たりなんで、まあそこも注目するとまあおもろいかもしれんね。
さあボスバトル、レベル8でボスバトルですね。まあここはおそらく当たるかなと思います。まあ当たりですわ、はい、あれです。とりあえず年の方が、8本ですね、当たりいただきました、290なんですけど、これね、なんでこんなテンションかというと、どうせここに繋がらへんでやろうなって思ってるんですよ。いやそれぐらい難しい、マジで。まあ行きましょう、ポーン、ダブルラインやったら最高、バンバンバン。あーまあしゃあないね、まあこれはまあおまけっすわ。でこの後に入る秘宝、違う、伝説ロールかで、しっかりと秘宝チャンスにぶち込むのが大事になってきます。で一応この台 15% ぐらいでは設定したの画面出るみたいなんで、そういうのもちょっと見逃さないようにしたいですね。あんま意識はしたことない、まあ振ってる方っぽいね。でボーナス終了画面の時に、一応タッチ、まあこれ多分デフォースかね、リュック。さあ今から恐ろしい伝説ロードの始まりですございます。終わり。まあ期待の 40% と一応言われておりますが、なかなか難しい。ただまあチャンスもいけばいいんで、いきます。通常リプレイの時に転落抽選をするんで、それを引く前に秘宝チャンスをもぎ取るって感じでございます。でショートロング、一応内部的にね、伝説ボードにいた場合ショートロングっていうのがあって、転落率が変わってくるっていうイメージです。マジでね入れられないよね。まだリプレイ、通常リプレイ1回しか入ってないけど、あー2回見てもらったな。これはやばいか、さすがにね。もうごめんごめん、惜しい惜しい、惜しくはないね、残念これ残念ながら一連の流れ終わったんですけど、ラッシュに入らず終わりという感じでございます。でまた最初から、これがきついんじゃ。さあ2枚目いきましょう。さあいいね、遺跡いいね。これは強制到達して、あーグリ来たー、401回でハマったね、ギャーギャー、最後絶対入れます。うわーもうめっちゃきつい。あーなんか示唆っぽい、ちょっと見ます。あっつ20円当たった、買った、もう機械で勝ちでしょ。あれあれダブルドン。あ伝説モードにいることを祈りながら18分の1を取るようなレバーを、パーうわーリプレイ引いてる、ふー最初の関門エグすぎる。30ぴったり終わりやがった。こんな道歩いとったらもうイブホテップに出会ってまうちゃうか。イブホーブテップス、イブホーブテップスいつから俺たちはポイント集めるのに必死になったやろな。俺ら当たり狙ってんのに100ポイントポイント貯めてふーっつって、ちげえだろっつって。3枚目いきます。大勝ちした次の日ってマジで財布の紐が緩みがちやから、マジここでしっかり帯締めてからやばい。いやマジで早く秘宝チャンスやりたい。ただ俺もう伝説ロードの攻略法ちょっと正直分かっちゃったっす。解き放たれた女神なんで、もう俺やっぱ今封印しようとしないですよね。イブオーテップって言ってたから、イブオーテップってやっぱ封印したいんですよね。あ俺いつの間にかクレアとイブオーテップ一緒になってたから、解き放たなきゃダメなのがクレアで、封印しなきゃいけないのがイブオーテップ。この際分かればなんとかなるわ。ちょっと待ってくれ、昨日の勝ち分の半分、もういっちゃう4枚目いきます。いや緩んでる、前日勝ちすぎるとほんとダメ、あれあれだよね、ほんまに負けちゃうんすよね。おーまあこれも天井やな、あと100回転ぐらいで天井なんで、もう正しくいきました。で一応天井の恩恵として、まあモナス入って伝説ロードに行くんですけど、その時に伝説モードに移行してない、要は入ってないショートロング、この3つあるんですけど、
1対1対1になります。だからロングだから全然あるんで、お覚悟3-1 ですね。投資が絶対ロング、いやもうさすがに光らさないやばいわ。最後がロング、ここ大事よ。プッシュ押したのかも、ここのランプね。最後かロング、伝説モードいるやろ、天井やぞ、いきます。でもロングやったら転落 12.5 パーぐらいなのよ、リプレイで。レアくん30パー、チャンス目、チャンス目来い。いやーきついか。 HHHHH 止まれ。もういつになって入る、いやまだまだ全然終わってねえ、こっからや。これこっち取れば伝説モード確定なんで、あーもうないもんなー、もう HHHH だよそれは。22回転こんなとこで落ちんの、やめてんのこいつ、心折れるマジで。ごめんなさい、ちょっと口が悪くなっちゃってますわ。で俺この台どうやって、ホントだから通常時というよりかはもうやっぱ非合チャンスとかがバイブ下がっておもろいよっていうそこを俺は押したいんで、別に通常時押したいわけじゃないんで、集中爆弾ですわ。280、あのメンタルバキバキっす、切れた。やらしちゃ俺にちょっとマジで非合チャンス、エリスの声やんね、ちょっと待って、あるかも、待て、エリスは伝説モード鍛えてアップっすね、バカ野郎この野郎。絶対決める、もうそうそうそう、 10%、 いやーもうな、お前チェリー 10% はでも全然チャンス目の可能性もある、ない、いやあるある、全然ある。伝説モードの機械だ、それだけ分かってる、いい、ドキドキパズルミッション 10%、 まあでも 10% 俺結構やってるからな、そろそろ10回に1回、 10% 外しすぎやろ、そんなことあるか。30回転なんで続いてんの、おるおるおる、30回転いって、これはおる、させるさせる、50%は 100% やん、ほら味覚あがいただいてもうたいやー、よし、長かった長かった、この台の面白さは全部ここに詰まってくから、なんでかっていうとここに間違えた、音うっせよ、音うっせけど、BGM 聞いて、BGM 聞いて、音ちっちゃいな、なんでや、あ聞こえ、俺は秘宝で女神この歌が大好きだから、ビッグボーナス行くためにめっちゃもうこれで興奮しとった俺。さあゴールド、まあこれね、あーゲーム説明するとナビをもらえ、あこれで、ね、リーグ説明できるよ、ベルトをファーストナビに対応した宝箱が開いていきます。で宝箱が全部開くと、ゴールドをもらえる、ゴールドってのはナビのことです。でナビのパターンは3-4-5-7-10-5パターン、宝箱を開放するとこのメーターアップ、メーターアップすれば次のステップに行けます。残りナビ回数、残りゲーム数、これあのゴールドある間は残りゲーム数減らない、これ10ゲームしかないです。 AT アンパイだよ。さあこれで扉が全部開いたんでゴールドをゲットと、こんな感じでございます。このゴールドループで頑張ると、でこれ終わった時にあのこれがメーターニューって溜まるタイプで、また伝説ロードに戻ります。これもいいよな、こんな感じでゴールドはね結構ねいろんなやつですぐ取れます、その状態にはすぐ入ります。
さあラストなんでゴールド、いやあと変化で177倍、あれは結構溜まりましたね。あと2回ぐらい、秘宝チャンス入れば高確率のチャンスになります。ここから伝説ロードね、18分の1。おいおいニナ、そうだそうだそうなんや。ここからはね伝説ループですよ皆さん、秘宝伝といえばけど油断したら全然落とせるからな。はいはい、もう100だろ、レインボーなってんだからこれ100でしょ。でこれね次のレバー当たりますけれど、一つ注意点あって毎回曲選ばなあかんねん。よっしゃ、一応ほぼほぼ全部入ってますね。ミラクルハイテンションとかも入ってるんで、まあ好きでしょミラクルハイテンション。今回はミラクルハイテンションでいきましょう。このバイブスやばいですよね。さあナビ4熱いですね。ワンミス許されます。ダダラダラダッダラー言うていやいいね、これ中並みね。これでね、まだゴールドゲットね。これゴールドゴー、素晴らしい。これは絶対ルームさせる。あとここだけやね。いいよ、リーチだ、もしもし、ババラバラパッパラー言うてこの最中俺一番おもろいわこの台で。右波で、いや引かれへんか、たくそ、はい、あー懐かしい、プラス RT の時の日頃でのね、これ出たらもうボーナス大チャンスなんですよね。だから奈良のナビでやってるやつだよねこれね。いいじゃん3ナビ、まあでも結構たまんじゃない、328枚。あ惜しい、あと1回入れましょう。大丈夫、ここはもう伝説のループなんで、なんだ、もう答えあんじゃんここに。 50% じゃん、はい、よし、この音やばいマジで。いやー楽しいこのラッシュ中はほんまにおもろい。いやいいね、ナイス、やったった感あるからね、これこれはもうさ、俺らの引きやん、もうごまかされへんやん、これって。さあ、でもたまんじゃないこれは、でれよっしゃ、お宝。さあ、伝説ロードエクストラと高確率、高確率の偉いやつ無限広告、取ります。いらねーまあ、10ゲーム間無敵なんで転落中点ストップです。リプレイ引きまくりましょう。速攻当てます、 30%、 これ取ってんじゃん、エクストルーレット 30%、 2回やったらもう大概、大概 H よ、ピターン、ナイス、このでやばいね、マジで。いや絶対ネグっから待って、ひどい、658枚、ニューン、まあ結構たまった、ニューン、全然たまらん、まあ枚数60枚ですね、まあニューンと、これたまってもいいんちゃうか、さすがにたまるよな。ナイス、お宝、ここ行きます、こい、なんてやねん、まあなんてやねんってのもおかしいけど、もう一回、もう一回ダメよ、じゃあ、うわダメダメや、オッケー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 、持ってますわ。まあ見ましょうか、これは素敵なんで、せーの、ピターン、一旦箱移すか、飛行チャンスのループしかしてないけど、まあおもろいっすよやっぱ。あ、これ、あ、これスイカから霊長飛行行って、これです、行きましょう。心は盗めるアクトオサーって、なんかそんな感じの、これその頃のガラケーで録音した思い出があるもんそうさ、俺たちはミサイル、ミサイル、ダン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 ダラスタスタダダダン、
ミサイルダーン、覚えてるわ。これロングやな多分。これあかんわ。いやでもダラスタースターザラダダン聞けてよかったですわ。あー嬉しい嬉しい。おー何回目や、ぶっちゃループしてる。9回目、9回続いたらもうさすがにロングでしょ。最後10回目です。バケモンみたいなループしてます。合計941枚、あと1回。うわー怖え、怖えけど大丈夫。ロングお前は2回はやばいよ、2回はやばい。いや絶対戻したい。チャンスも行こう。もう押し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 、寄ってる寄ってる。引っ張られたな。いやー多分ね2回ぐらいリプレイ連続でヒールとかってそいつやな。悔しいっすね。まあちょっとまくり切りたいねこいつで。なんかレベル3やけどいけそうな気する。こっち、ほら来た、ほらあらキングキラキラゼリー40。すごーい。まあこれは当たりいいやな。もうあこに出没中あるからレベル10ですわ。はいレベル10、ナイス。いこう、冒険者極めました。なんでやねん、もう行ってええわ、もう行ってくれや。どこまで引っ張んねん。待て直撃、ちょっと待って、これさ非合チャンス食ってんじゃない、ダブルゾロイちゃう。うわな、やり降ってきた。これワンチャンさダブルないかな。チャンス目って強制到達と同時になんだろう、これの抽選もしてるんですよね。で先チャンス目効果があったんで、それで引きまくってる時にワンチャン、これダブル似合うぞ、見とってみんな。これは多分ダブル、シングル、シングルです、シングルです。お騒がせしました。いやでもなんか臭い、これロングの匂いするわ。さあこれマジでぶち込むしかねえからね。いきます、いきます、こっち行きますね。え、クレアやん、クレアやんね今の、クレアの声やろこれ。伝説入ってますわ、ほら電論電論電論よこれ、ほら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 。いきます、ぶち込むわマジで。 HHHHHH 見えてんだろそれお前、右絶対行く。これ入れるやな、ほんま雑魚。いやさすがにない、それはマジで切れそう、ほんまに。ちょっと待ってくれよ、あれクレアの声じゃなかったと信じたいけど、クレアの声っすよ俺マジで。レア役のフラッシュ来て、レア役じゃないので当たりでございます。239。まあなんとかこっから伝説ロードでぶち込んで、なんでもないようなことが幸せだったと思うっつって言わせてもらえば。いきます、あーはー、チャンス、何も考えへん、複雑なことは考えへん。スイカなの、スイカなの、いな、いやもういな、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 これジャンベ引いたよ。伝説ロード中これをやれば当たります。でっばーん、これぞ非放電、気持ちいい。いこう、いきます、ミサイルだのテーマでいく、あちゃー、よしいけないっす。いやうまいわ、よう取れてる。いや今回もう200枚近く取れてる、やばいやばい。左ファーストね、惜しい惜しい、まだまだ1回、あと1回あります。いやーたくそー、よし入れろ。いや弱いか、いやーでもまあ緑なんで結構たまるでしょう。223枚、
半分いったね。ロング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 リングロングランド、いけるぞ。ノロノロビーム、10%、いやこれいってんじゃん、 80% じゃん。いただきます。気持ちいい。さあこっからもうガチンコ、もうギャグなしのミラクルハイウェイでいきます。これ聞いてる時だけはマジで、これ聞きながらスロット打ってる時ほんとなんか主人公になれてる気がするんだよね。できひんことないんちゃうかって思う。こうやろ、よし耐えた。絶対取るわ、みんな見とりくれ。高確率いきまーす。あーもう確定じゃん。高確率無限インフィニティ。あーまあでもいいや、行きたいの 70% でございます。リオで伝説のクレア合格みたいな感じだね、期待的にはね。で、入ったらご存知皆さん、飛行ラッシュでございます。行くぞ。いいね、この感じで、ね、行きますね。チャンス目確率が27分の1ぐらいになってるはずなので、ここで引く、引いたらもちろん当たりや。行くぞ。ピンポンピンポンピンポン、なんだなってる。いやークレアさん、いやもう申し訳ない、言っていい、初打で30は実質80、うん30、ごめん、絶対取れる絶対取れる。20%ってなんかチャンスなの、チャンス、いな、いや熱すぎなの、熱すぎなの、いやー、鉄板、これ引いた、うわ引いてんじゃん。オーマイが最終ゲームにイゴーラッシュゲット。気持ちいい。いきましょう、曲セレクトできる、あ曲セレクトできんねや、うわーやばいやばいやばい、これやばいね。サメスカーになって100倍スタートで上乗せがめっちゃくんだよね。いきます。上乗せ確率が大体40分の1になるっていうので、あ、え、初代だったよ。ピンポンピンポン、さあジャンベーこらー100、とりあえず100枚ね。見てみて、肩の掛け、女神の ART やってるみたいですね。スイカ大丈夫で上飛行っていうのは同じらしいので、うわ白ペカンコ、ペカンコやったっけ、名前そうだけど白ですね。答えを見つけるまで言って 20% ね。上飛行行け、上飛行で、この辺の前兆の入り方一緒や、このレアクラウドのこのチャンスとかね。ないかで、次のレバーとかでキングのミイラのやつが出てきてね、でレレレンつって、うわまだまだこれの1個上があるからね、消費効果ね。言うてたらもう残り24枚。いやーペロペロ来ました。あペロペロじゃん、ベロベロ失礼しました。これだからチェリー太陽とかセカ太陽とかどっちかあったけど忘れちゃったら、さあチャンス目なんで問題ない。100以上いってくれ。30、そうしゃあないな。でもこっからボーナス当たる可能性もあるから、この煽りの入り方マジでいいわ。白伸びよ、あそういうことか、リプレイのあれか。ピンポンピンポン、ジャスメナイス、よっけ100、延命しました。始められた、やっぱスイカ引きてえな。おい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 、いいっすね、歴代ありますからねこれはね、数字がどんどん上がっていくと。最後チェリー、チェリー、ただのチェリーか。おい50、いや上出来でしょう、50枚ですね、残り144枚。いやいいな、面白かったもんなこの ART。 純蔵は 1.4 枚とか、なんであのものだったやろな、思い出に浸れたいですね。いやほんま当たり中はマジでおもろいです。通常時がちょっと苦手やからあれやけど、それを相殺できるぐらいにはやっぱ ART やれるなって感じちゃう。来い、こわ
やっぱこの間の使い方とかベッドの使い方がうまいよね、ダッチさんはね、相変わらず。さあ終わります。上乗せはそんなにできなかったですね。さあ744枚、これは1回で404枚ですね。初代のあれは何やったんや。続きました、まだまだでした、続きましたっていうことやね。セット持ってますよってことやね。で歌最高です。いやナイス100。いやー30か。いやボーナスボーナス。弱い。おわっしゃ出た。はい、いや素晴らしい。勝手にストロンか。よっしゃー見れた。さあシングルドライですけど、AD中のビッグボーナス引きましたね。上乗せ確率とかは多分変わらんかな。40分の1ぐらいで上乗せかな。うわいいね、この入り一緒やん。 いるけどなんか、いやいいっすね。まあ上乗せはできんかったけどボーナスはいけてよかったですね。さあ956です。さあお情けの世話あるんやな。30枚。いやーかっこいい。俺まだやれる気してきた。残り45枚やけど。いやいいよ、チャンス。いやいい、追加でもいいけど 20% 乗れ。くー終わっちまう。さあ続けセットなんかわからんけど、1019枚です。そうやな、まあ戻しましょう。伝説ロード行こう。さすがに、いや怖っこれ。けどいける。うわーやばい、これはくっせえなー。余計切られへんわ3回は。いやそうやな、まあこれはもうリプレイ行きすぎやわ。滝ですね、キスしたよね。985枚。いやー飛行ラッシュ出れたのにな。あとちょい入れまくれないけどな。いや次めっちゃ速い周期で当てて速攻伝説ロードぶち込めば、いやまあまあなくはない。せめてでも勝ち点1は取りたいですね。ワールドカップみたいに言ってますけど勝ち点1欲しいです。マヤ様、いやでもコムライダーいけるやろこれ。いけるいける、チューチュー来ないとね。ああいける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 。これ2ヒットやったらね赤までいっとったんやけど、あああかんわ。いやわからん、ここレアくん、あレアくん当たってるわ。いける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 、一瞬ぐらい当たった。これでラッシュ入れたらマジであるよね全然。いや待って、これでちょっともう無理やりチャンスを引いてぶち込むしかないですね。ここはこれいきますね。はい、あんたじゃねえんだ。チャンスめぶち抜いた。これチャンスめいたんちゃう。もうどっちでもいい。BGM 番長や、完璧。これをみんなチャンス目いけばええねん、ええねん。耐えた。あー3回目下行こう。イホールチャンス。ラッシュの言い方でチャンス言うてるもん。いや絶対出す、完璧。オッケー。いやうまい、左出すぞ、左左左左左真ん中。オッケー、ここまでくんのり投げんよ道のりが。でも今回かなり巻いて入ったな。
これは終わるかな。タイトーナイス。いやようナイスボールだよなこれ。よう頑張ってろ。たくそあれラストでベルナビ。ああベルナビはあるかそりゃそりゃベルヒーターあるか。いやいやいや行きます。集中やぞ。ロング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 。オッケー行こう。絶対継続。全然弱いなこれ。あれプレイでもだこれそもそも伝説におるんか。信じるしかない。おるおるしかもチャンス目や。すごい。よし行こう。気持ちいい。ちゃん何これ。あのすみません何が起こってます。あの選んだ BGM とは違うんですけど可愛いな。そんな目で見たことなかったけどね。さあ宝箱がね125。さあ行きましょう。あーそういうことやね。ストック持ってましたね。違法チャンスのあれを持ってたやね。だから今のみたいな感じで出てきたんや。さあ行こう。枚数が引き継ぎになってますね。うわこれ欲しいマジで。ゴールド取れへんか。真ん中よっく。あーくそラスト1回だよ。耐えろ。あーしゃあないな。引き継ぎですね。221枚。さあ全然たまらずロード行きましょう。頑張ろう。ハラハラすんだってこれ。いや怖いなこれ。はい。いやこれレア役引いてる。いや引いてない。これいったね。レア役の煽り入ってなんでけないっす。気持ちいい。まくれちゃうかマジで。いやマジあとちょい。あとちょいでトントンや多分。さあ144枚。結構取れましたね。ここここ行きます。くそ。いや50%これ取ってる。ベルでチャンス目当たりでございます。ナイスゴールだ。チャンメやこっしゃマジうまい。これノーミスでいったらマジ熱いぞ。うまい。2回見せれる状態のままあともう1回またここですね。枚数も欲しいけど枚数だけじゃない。これ今まず宝箱をマックスにせなきゃいけないこれね。大丈夫まだいけるよ。左ファースト。いやーくそー。こういうとこやな。72枚。今回しょうがった。いやーでもあと一発いくぞ。全然取ろう。H 気泡での H 解き放つ。ナイス。いい女神いい女神ちょうだい。解き放つよ。めっちゃ力するこれ。でも得意この税が接戦みたいなやつ。1回目から入ったこれ。うわ取ってそうやな。ここでなんかおもろい告知してほしいな。 50% もこれは取ってます。 OK いきます。さあここで一応宝箱を狙えるかなと思うんで頑張ります。おわうっそ。多分めり込んでる地面。多分地面こんなになった多分な。分からへん。いやなってるやろ。こっからプラス分ちゃうか。ここでエンディングいくわ。いきます。信じる俺は。普通の宝箱だけどここは絶対来へんやろから普通の。もうええてあんた。あんたもうええって 50%。 これ1行目。いろっちゃんこんにちは。
マサムネから登場でございます。よろしく。だもうもうええわ。ほらもう一回食べたろ。最高。完全にプラスいってるわこれ。ようまくった。可能性を諦めたから解き放ってばもう誰でもまくれるってことですよね。自分の中の女神を解き放てばいいだけ。タッチ。いやーまあでも届く。100枚いきまーす。燃えて。怖くない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 。リップかー。えらいリップくんな。やっちまったー。いやまあでもちょっとグラフ見てもらってもいいですかね。これなんとかプラス域に行ったんでちょっとこのタイミングでやめようかなと思います。ありがとうございました。成り上がり。お疲れ様です。実戦の方を終了しました。結果から発表させてもらいますと37ぐらいですね。で回収が2112ってのを覚えてるんで、まあ枚数換算してもしっかりとプラスということで。ただ心残りがあるとすれば2401がエンディングで行ってポイントを稼ぐってことができなかったのがちょっと申し訳ないな。申し訳ないっていうかね、悔しいな。まあただも積み重ねていくのが大事だからって感じでございます。第2の感想としてましてはやっぱね、僕ね何回も言ってますけど通常時あのポイント貯める系ちょっと苦手なんで、まあ通常時あーって感じなんですけど、まあラッシュ入ったらピカイチ、熱くなるレバー音で俺気づいたらやっぱタコのところがね膨らんでたんで、あやっぱ俺おもろい台打つとき熱なってこうちょっと強なってまうんやなって俺自分で気づきましたね、うん、でそれを今日やっぱ感じられたから自分で打っててね。ってことはやっぱり当たり中おもろい台なんやなっていうふうには思います。九州の2年生喉しゃがれちゃったけどまた、楽しく打ててよかったなというふうに思います。ありがとうございました。すいません。見つけてしまったなこれ。出会ってしまった。うわすげえ、グラビトンバスターベストマッチ。そうそうやね、ベストマッチやな。あまりにもあまりにも強すぎる。オーケー勝った。 MV でしょ。あーとかどうや。ここまでご視聴ありがとうございました。チャンネル登録といいねよろしくお願いします。じゃんけんぽん。